今回のコンセプトディズニーカラーを、100人のアーティストの方に、いろんなアート作品を描いていただいたものがありまして、このライブウォールペーパーはその100個のアートが、緩やかにこう流れるようなものになっておりまして、選んでこうくるくるっと回していただくと、このアート作品がいろんなアート作品に変わっていくというようなものになっております。でこのアート作品なんですけれども、ギャラリーアプリが中に入っておりまして、こちらですね、ここからその100人の方に書いていただいたアート作品というものをご覧いただくことができるようになっています。でこのアート作品なんですけれども、ご覧いただくだけではなくて、お客様ご自身で気に入ったアート作品を、待ち受け画面に設定いただくことができるような仕様になっておりまして、好きな作品を選んでこのように選択していただき、待ち受け画面がお客様の好きなアート作品にカスタマイズいただくことができるようになっております。で待ち受け画面だけでなく、この時計のウィジェットも同じようにアート作品に変更することが、カスタマイズすることができるようになっております。お好きな作品を選んでいただいて、でカラフルということで、この色もいろんな色から選択いただくことができるようになっているんですけれども、これを待ち受け画面のウィジェットもお客様ご自身で変えていただくことができるようになっております。であとは細かいところになるんですけれども、今回本当ですね、ディズニーフォントというものを採用しておりまして、フォントの中に隠れミッキーがいるようになっております。愛の上の丸のところがミッキーマークになっていたり、あとはまあディズニーの D の中にこうキラキラマークがあるんですけれども、これも可愛いものの、でいうとこの O の中にミッキーマークがあったり、あとは文字入力画面の時に英語を選んでいただくとアットマークにミッキーの耳がついていたりします。このような細かいカスタマイズを今回ふんだんに取り入れているんですけれども、あとはこのフォーカスの部分がミッキーの指型になっているというのと、シャッター音がですね、ミッキーが喋るようになっています。カシャッという声で撮ることができるようになっています。でこのマチキャラもカラフルな7色の、色で、キャラクターが出てくるんですけれども、これが7種類のキャラクターが毎日曜日によって変わるようになっております。このスマホピアスのところも、ね、はい、で、スマホピアスを入れるとカラフルな絵の具と一緒にいろんなキャラクターがサプライズ演出をしてくれるんですけれども、ミッキーがミニーちゃんを描いてくれたり、あとはそれ以外のスティッチがカラーボールをぶつけたり、カラフルなこのサプライズ演出というのを楽しみいただくことができるようになっております。